ングランドプレミアリーグのブライトンで旋風を巻き起こしている日本代表 MF 三笘薫25の今後の活躍について、韓国メディアが悲観的な見解を示した。三笘は21日のレスター戦でスーパーゴールを奪って絶賛の嵐が吹き荒れている。そうした中で韓国メディアニューシスは独自の視点から三笘を特集した。三笘の活躍は FW 孫興谷孫フンミントットナムを連想させる。孫もスピードを武器に自信を持って突破をしながら、プレミアリーグで名声を轟かせてきた。今季ブライトンに加入した三笘は公式戦18試合に出場し、5ゴールにアシストを記録している。特に最近の成長は明らかだと分析。韓国代表のエースで昨季プレミアリーグの得点王でもある孫と比較しながら高く評価した。その一方で、厳しい指摘も行った。ただし、三笘がどれだけ持続的に活躍するかは未知数だ。三笘は孫興谷のようにスペースを確保した後、相手を攻略するスタイルだ。孫が昨季の得点王獲得後に相手の徹底した対策の中で不振に陥っているように、他のチームに三笘攻略法を作られる可能性が大きいとすぐに徹底マークに相好調は続かないと予測した。孫まで負けたら韓国が勝ってるものなくなっちまうしなわ。女子ゴルフがあるかう。それ願望ですよね。ヘイトの一種婚文化だからといって適当なやっつけ記事で商売してんじゃねえよ。クソなんかと一緒にするなよ。1日1回は日本野郎にイチャモンつけないと気が済まない。孫フンミンが没落したから他国の米びつに砂かける行為に動き出した。これが朝鮮人の真骨頂。三笘はちゃんと走るからね。誰かと違って三笘はチームメイトとうまくやっているように見える。攻略法を作られる可能性が高い願望だろ。ヘイト記事なのだよ。朝日新聞の意味がない日本旗手と一緒。そもそもプレイスタイルが似ているのか。素人だがプレミア得点王は何気にすごいとは思ったが、どうなの。孫フンミンが大幅劣化してる上にファンキちゃんは降格圏争いしてるクラブで今季プレミアでゴール。ファンイジュはギリシャ戦力外でアジアに帰還するのが濃厚。そや韓国のアタッカーは軒並み悲惨なことなってるし悔しいよね。うミリトンには初見で封殺されたしな。向こうの連中の中にもそもそもスタイルかなり違うから比較対象にはあまりならんやろうっていうちゃんとした意見もなくはないんだな。う崩し特化型の逆足ウィンガーの三笘と典型的なクリロナ式ラウドムーター型のフンミンじゃ似てるところ少ないような。孫フンミンも三笘と比べてもらえて嬉しいだろうな。無から有オウム選手なんて世界を見渡してみてもあんまりいない。メッシ、エンバペ、前世紀のアザール、あとは三笘。